松江市の春の恒例行事、松江武者行列。今からおよそ400年前、城下町松江の礎を築いた武将堀尾吉晴の一行が城へ向かう様子を再現した時代絵巻です。出陣の2時間前、出演する武者たちに意気込みを聞いてみると、流行る気持ちを抑えてやりたいっていう気持ちでですね、待ってたのが今日なんですよ。はい、中止か。いやいや、これはな、お上の下地には逆らえぬゆえ、皆の気持ちをぐっとこらえ、4年間ずっと蓄えた力を今日バーッと解き放すのじゃ。オーディションを勝ち抜き、2020年の堀尾吉晴役を務めるはずだった清原学さんです。まあ、もちろん嬉しかったです。嬉しかったけど、まあ、まさかあのね、3年も延期になるとは思わなかったので、もしかしたらもうずっとないんじゃないかと思ってたけど他の出演者たちも清原さんと同じ気持ちでした。3年間の空白を埋めようと熱のこもった稽古に打ち込んだのです。今まで以上にあの盛大な武者行列を披露したいと思ってます。そして本番の時を迎えました。松江市内を練り歩くおよそ170人の武者や姫たち、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような絢爛豪華な光景が広がりました。凛とした姿で行進する出演者たち、その一方で一部のエリアでは笑顔を見せたり、見物客と一緒に写真を撮ったりすることが可能になりました。4年ぶりに見させてもらって、あの武者の方たちが本当に生き生きとね、颯爽と歩いておられて感動しました。すごい久しぶりに見れて、その活気も戻ってきたなっていう感じがしますし、元気をもらえるというか気がしますね。堀尾さん、堀尾さん。やはり最も注目されていたのは堀尾吉晴役の清原さんです。堂々たる佇まいですが、この日のために乗馬の練習を重ねてきたといいます。松江の伝統文化として末永く受け継がれてまいりますこと願う次第でございます。八の木じゃ。待ちに待った大役を無事にやり遂げることができましたやっとやりきりました。後悔はなく、全てを出し切ったって感じです。はい、4年ぶりの開催を果たした松江武者行列。城下町松江を愛する人たちの思いが春のにぎわいをよみがえらせました。